デワ国。デワの国は、かつて存在した、両政国の一つ、東三道に属する、現在の山形県と秋田県、上国。大和朝廷は、7世紀半ばから九世紀初めにかけて、エゾの住む土地に軍を設置して、支配半島を拡大する政策をとった。そのために、エゾの地に上策を設けた。まずは、越国に策を立てる。大化3年。 六百四十七年に、ヌタリの作、ヌタリ、のき、新潟市、大化四年、六百四十八年に、岩船作、斎明天皇四年、六百五十八年に、月皿作、アイネゴ地名の別称化、所在不明である。七世紀後半に、越国から岩船、ヌタリのの二軍の分割により越後国が成立した。その後北方に勢力を拡大し、 和道元年9月28日、708年11月14日に、出羽軍を設置し、前後して、出羽作、山形県省内地方を築造した。和道5年9月23日、712年10月27日に、出羽国に昇格し、同年10月1日に、道の区国から、老いたま軍と最上軍を譲られて、国としての体制が整った。その後、 東国、北陸などの諸国から800個以上の作古を移住させた。さらにその後も作古や公民を中心とした軍政志向地を拡大していった。では国成立当初のランクは不明であるが、実料制の下で上国とされ、エゾと接する重要な位置にあった。隣の道の区国もまたエゾに接していたが、両国を統括する政治的、軍事的中心は主に、 道の区側置かれた。例として、両国を統括する安全地は、道の区国主が兼任する観光であった。道の区国と並び黄金を算した。以後、道の区国と並ぶ辺境の国となり、天平五年、七百三十三年頃には、五月軍を設置し、また、出羽作は十二月二十六日秋田村高清水岡、秋田市に移された。 その後、お月軍は一旦放棄されたとみられているが、天平法治3年、759年には、お月城の設置に合わせ改めて、お月軍、平賀軍が置かれた。天平法治4年、760年頃、で出作は、秋田城へと改変され、不襲の反乱が相次いだため、放棄11年、780年に放棄が検討されたが、時間国士である、出羽助が、 秋田城之助として上地されることとなった。この頃、国府機能が、木のわさく、木の脇山形県坂田市に移された。日のく国府には、珍珠府が置かれ、平安時代後期以降、秋田城之助が、空位になると、珍珠将軍、後に、珍珠府将軍が両国を軍事に統括した。延暦23年、804年映の反乱が激しく、 なり、秋田城は手配されて、秋田軍となった。ただし、機能が完全に停止されることはなく、道の子側の北部四軍が放棄されたのと異なり、不襲の主とされる清原氏は、在町官人として力を蓄えたと見られている。八世紀川辺軍が置かれ、山本軍、後の千北軍が、平賀軍から分離するなど徐々に領域を北に伸ばした。仁2年、886年には、 最上軍から村山軍が分離し、その後演技年間までに、出羽軍から悪見軍、田川軍が分離したと見られている。最終的に、出羽国の管理する軍、号は、十一軍十八号であった。なお、平安時代まで、出羽は、井出羽と呼んでいた。秋田軍以北の県軍の状況は、よくわかっていない。平安時代初期までは、江戸を、出羽側の、家敵と、 道の区側の映像に分けて記録されており、後に道の区国となる、芝郡が、出羽国管轄の柴村されているなど道の区との境界は、不分明であったが、平安時代末期には、欧州藤原氏の支配を通じて、出羽国府の直接管轄地位北が、道の区国として整理されたと見られている。この時期に、道の区国内後に、秋田北部、鎌倉時代初期には、 河北軍、当初は、道の区国か、出羽国か不明、後に、出羽国日山軍を経て、山本軍が置かれ、これらは、中世末期までに、出羽国の領域に入っとする見解がある。清原氏があと三年の役で滅亡した後、これに代わって、欧州藤原氏が、道の区、出羽の支配者になったと、一般的には言われているが、近年の研究では、この支配は、 道の区北半分では一円的な領主的立場であが、道の区南部とではにおいては大領主や陳府将軍としての軍事指揮権に伴う在地領主の系列化と荘園の管理権及び賭場天皇御願書としての中村寺を介しての自領支配の複合的かつ間接的支配に待ったのではないかと指摘されている。欧州藤原氏が欧州合戦で滅亡し残党が ではで起こした、大河県人の乱も鎮圧されると、頼朝は、出羽国に、立花の市、そろく東市、秋田県小賀市、平賀市、平賀群、小野寺市、小松軍、武藤市、大宝寺市、庄内地方、大江市、長井市、大玉郡佐賀市、村山郡佐賀市中城市、村山郡小田島僧、二階堂市、最上郡聖清僧、 足立氏、最上軍大曽根僧等の御家人を児頭として配置した。しかし、ユリ地方以南は、直しばらく在地領主僧、ユリ氏等が、在長官人としての権益を保っていることが、東鏡に見える。笠井清重ら笠井氏が、下宇佐国笠井軍から欧州へ移り、平泉の統治を任され、欧州総武行職に就任して、以後は、米代川流域も、 火災市の勢力範囲となった中世前半を通じて北部では高料制、南部では松円高料制が貫徹され、基本的には鎌倉幕府の統制のもと国古巣所は維持されていたが南北朝時代を境に領主間の争いが活発化し、津軽地方から江戸地を経て火災市にとって変わった火山安藤氏、立花の市に代わり港安藤氏。 道の区から移住した戸沢氏、仙北軍、小野寺氏、小勝軍、大宝寺氏、省内、佐賀江大江氏、佐賀江総道の区大崎市の所流である最上氏、西条軍、そして、最上市の所流天童氏、西条軍、村山軍、道の区から進出した伊達市、大玉軍などが支配した。では国南部では、伊達種宗が最上吉定との戦いに勝利すると妹を嫁がせ、 優位に和議を結び、義定が軽視を残さず死去すると妹を介して、影響力を強めた。最上の諸将が反発すると最上領に侵攻し、もがみ市の傀来化に成功するなど、村山地方全域にまで影響力を広げた。大宝寺氏は、庄内地方で勢力を広げ全盛期を築き、安藤氏は、秋田県北部、小野寺氏は、仙北から最上地方への進出を果たした。 しかし、伊達市において、天文の乱が発生すると、最上氏が介入して、独立を果たし、最上み市で、天正斎場の乱が起こると逆に、伊達市が介入し激しく争った。両氏の間で和議が成立すると、最上氏は、村山地方、斎場地方、庄内地方に順次勢力を拡大し、在地勢力を駆逐、介住していった。最上氏と大宝寺氏が争うと、 大宝寺は越後の上杉氏を頼ったが、家臣の無本により、庄内地方は、最上氏の支配下に入る。その後大宝寺義勝を奉じた本城茂町により脱出されることになる。この戦いは、総武事例違反であったが、上杉氏が豊臣政権内で有力な立場であったことから、欧州市置の結果上杉氏の領地となった。また、この欧州市置によって、岳氏は、 おいたま地方を失い、代わりに、ガモ氏が入った。ガモ氏里が創生した後、上杉氏家進、直オエ熱が、おいたま地方を有し、関ヶ原の戦いを迎えた。一方、では北部では、秋田氏が過国家と港家を統合して、勢力を強めたが、安藤愛希が死去すると後継者争いが発生し、これが総武事例違反と見なされ大幅に領地を減らされた。小野寺氏、 戸沢氏も所領を安堵されたが、千木、由利地方で、千木一揆が発生し、小野寺氏は減法された。合図性抜のため北上した徳川家康は、下助小山で、石田三成巨兵の方に接し、反転成城を開始する。また、山形に集結していた東軍に属する東北地方の領主らも、事業へ引き上げてしまう。孤立を恐れた最上氏は、 上杉氏との和議を模索するが、上杉市省内領への進行計画が露呈し、上杉氏は、もがみ市領への進行を開始する。なおえ金次ぐ率いる上杉軍は、もがみの拠点を多数落とすが、長谷道場攻略中に、西軍敗北の方に接し退却を開始、もがみ吉光自らによる追撃戦が展開される。上杉氏を、追玉地方へ駆逐したもがみは、村山地方。 最上地方の拠点を取り戻し、翌年3月までに欧州市沖以降上杉すぎ領となっていた省内地方の奪還にも成功する。この結果、最上氏は、手和国に57万国灯される領地を得る一方、最上氏の残酷を受けた秋田氏は、天保、西軍についた小野寺氏は海役となった。なお、道の区国の大名立氏が、関ヶ原の戦いに際し、徳川家康と、 百万国のお墨付きとされる役場を交わし、丘陵である長い、大玉地方田七軍の回復を望んだが、南部領内での先導、我が合戦と合戦の直前に、伊達氏と上杉氏が和議を結んだことが家康の疑念を生み、役場は果たされなかった。秋田県北部では、鎌倉時代以降土着した少領氏を日立に転封し、代わりに佐竹氏、久保田藩が入った。 もがみし、海域、1622年後には、堺市、庄内藩、鳥居市、山形藩、戸沢市、新城藩、農松平や、上山藩が入ったが、山形藩の入れ替わりは激しかった。山形藩の領地は天領に組み込まれ、小花沢、長泥、佐賀江、柴橋などの大漢陣屋が置かれた。戦争時には奥連同盟に加わり、急爆にいたが、 佐竹氏が直後に離反すると、庄内藩、南部藩が攻め込み秋田戦争を引き起こした。久保田城付近まで攻め込むが、藍津藩、米沢藩、仙台藩が降伏する中撤退を決断し、降伏した。明治元年12月7日、1869年1月19日、母親戦争に負けた奥羽越列藩同盟諸藩に対する処分が行われた。同日、は国は、 現在の山形県にほぼ相当、庄内地方もがみ川以北は含まれないする偶然と、秋田県にほぼ相当する宇後国にに分割された。この時、道の区国もご分割された。国府は、和明省、上平年間、931年から938年、編纂では、平加郡、十、芥田省、鎌倉時代から南北朝時代では、平加郡、 出羽軍、両方に、ふと、記載がある。出羽国が成立当初の国府は、では作、省内地方にあったとされるに置かれたと考えられているが、所在は不明である。では作は、天平五年、七百三十三年に、秋田高島水岡、現在の秋田城石に移った。その際に、国府機能も秋田に移転したかどうかについては、諸説あるが、 発掘調査によれば8世紀後半に秋田へ国府が移されていたと推測される。その後秋田城周辺の江戸の反乱等により国府は祭典を余儀なくされ、その移転先についても川辺軍説、日本語記の川辺府を国府と見る説、平か軍説、和名称に、出和国、国府在平か軍とある等による説、出和軍、あとに、悪味軍説、高古発掘の結果等による、 節等の争いがあるが、最終的に、省内平野の木の和作跡に移ったことにはほぼ異論はない。さらに、日本三代実録人ら三年五月二十日、八百八十七年六月十五日の上にも、国府は、出羽国の口地と表記されており、この井口国府とは、坂田市東北部にある国の史跡木の和作である、とする見解が有力である。 江戸との境界付近には、天平法寺3年、759年に、小月城も設置され、以後、庄内平野の国府、秋田平野の秋田城、仙北平河平野の小月城の一府二条体制が、続いた。あ、小月城の所在地は、諸説ある。秋田城については発掘調査によると10世紀中頃までの遺跡しか確認されていないが、文献上からは、 秋田城は12世紀頃まで留守所があったことが分かっている。また、国古留守所も14世紀頃までは存在しているようで、あるが、小月城はいつの頃から家庭廃したとみられる。国部甘寺は現存しない。平安時代の国分寺は、昨日浅くの外郭東辺から1.2キロ間東にある道の前遺跡を国部甘寺は、 道の前遺跡よりも4キロ南にある高網大遺跡を否定する説が有力である。安国寺は、足利高氏が全国に混流した寺院である。李正党は現存しない。は、文国前に廃止、内閣統計局、編、早見通る、復刻版監修開来、国政調査以前日本人口統計修正巻一、1992年、及び、別館一。 1993年、東洋書林。ではは、守護不設置の国だったため、南北朝時代以降守府将軍、南朝、欧州総大将、北朝、欧州右州官令、鎌倉久保、笹川御所、稲村御所などが軍事権を行使した。南北朝時代初期に南朝側が在地領主に多くの権限を与えたため、京都府地州などを生む原因となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。